皆さんこんにちは、樋口金物飛行です。先月ですね、キックバックが足元に飛んでくるっていう動画を上げさせていただきました。一般的にキックバックっていうと上に跳ね上がる、ここのチェーンソーのですね、ここのガイドバーの先端の上4分の1あたりに木が当たってしまったりすることでこう跳ね上がってしまう、その上がってくる時に対してね、手首にハンドガードが当たるので、ブレーキが効いてその時は軽傷で済むというふうな、お話をさせていただいたんですけど、チェーンソーの怪我の多くは7割8割と言われております。足なんですね。特に左足が多いですね。なんで上に上がってくる、教則本とかさまざまな、取り扱い説明書とか見てもキックバックっていうと上に上がってくるようなそういう書き方が多いんですけど、足元になぜ 下の方に飛んでくるのか、木を切り離す瞬間にこの上刃の部分だけの刃が木に挟まってしまうことで、反発してチェーンソーは上刃はこっちに向かってますからね、それに反発してこっちに足に飛んでくるっていう原理が作用するんですね。でそれが足元に飛んでくるキックバックなんですけど、それでの事故が非常に多いというのがチェーンソーなんです。なのでじゃあそれを回避するためにはどうすればいいのか。そうなんです、こういったチェーンソーくさびで、プラスチックくさびですね、プラスチックくさびで回避することができるので、ぜひね、一般の方々にもがぜひ使っていただきたいです。よくね、チェーンソーの販売をしているときにご説明した後に、必要なものなんですか、くさびですっていうお話をさせていただくんですけど、俺はプロじゃないからそんなくさびまで必要ないよっていう方が非常に結構多くいらっしゃって、ちょっと私も困ってしまうんですけど、必ずねチェーンソーを使うのであればくさびがあった方がいいです。1個でも2個でも、玉切りするっていうだけでもね、あった方がいいものがくさびになるんですよ。まあ、トビとかトングとか様々ありますけど、安全のために必要という意味では、くさびがあった方がいいです。切り離す瞬間にくさびを買っておくだけで、平らなところだけじゃない、ちょっと斜めになったようなとこ、不整地なところでも玉切りしなきゃいけないっていう時に、半分ぐらいまでいったらくさびを買っておくと挟まるのをちょっとでも回避できるので、そうすることで切り離す瞬間に、チェーンソーのその足元に飛んでくるキックバックっていうのをね、回避できるので、そういうのを癖付けすれば、かなり防げるんですね。なので一般の方にこそ必要なものになります。プロの人なんかはね、ある程度空中に浮いたようなところでどっちに傾くか、肩持ち支持、両持ち支持っていう言い方をしたりするんですけど、それを見極める経験値があるので、下から半分切っておいて上からまた半分切るとか、そういった切り方を上手にできるのがプロの方々なんですけど、一般の方は通常上からほとんど切りたくなっちゃうと思います。なのでくさびっていうのは買っとかなきゃいけないものになるんですけど、でそれで挟まってしまったからもう1台チェーンソー持ってくるとかね、そんなこと言ってる方もいらっしゃいますけど、チェーンソー2台必要ないんです。くさびがあればね、はい、挟まった時にチェーンソー2台持って歩くんだっていう方も多くいらっしゃいますけど、チェーンソーは1台大丈夫です。くさびさえあれば大丈夫です。はい、まあそれでもね、挟まってしまう、どうしようもなく挟まってしまうこと、抜刀する時なんかにあるみたいですけど、まあ基本的にはね、くさびがあればチェーンソーは1台大丈夫、2台で持って歩く、挟まった時を2台持って歩く必要はないんですね。たまにそういう一般の方もいらっしゃいます。はい、なのでチェーンソーにはくさびっていうのは必須なんですけど、このプラスチックくさび、さまざまな種類があるのでね、今日は当店で販売しているプラスチックくさびをご紹介させていただきたいと思います。最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。まずですね、当店のネットショッピングで販売しているくさびをご紹介していきたいと思うんですけど、くさび当店で大人気なのはこのミラーのくさびなんですよ。全部でですね11種類あるんですかね、一応全部は置いてるんですけど、ものによって今欠品中のものもあります。面白いのがね、これ木を倒す用ではなくて、チェーンソーが玉切り最中に挟まってしまった時用のくさびなんですね。こういったくさびもあります。はい、そういったちっちゃいものから、こういう追い打ち用っていうくさびですね、追い打ち用の冬用、もう2本目に打つくさびなので先端を取っ払っちゃってるっていうね、そういうくさびです。で厚さが4センチあります。基本的には、重ね矢、いやくさびを重ねることを重ね矢っていうんですけど、重ね矢は禁止されてるので、こういう分厚いくさびっていうのがあると安全に木を倒すことができますよねっていう提案商品ですね。はい、やはり、安全度の高い海外なので、そういった要望に応えるそういうくさびっていうのが出てきてるんですね。でちょっと短めの、追い打ちくさびですね、はい、こういったのも人気商品ですね。
ツルなんかに絡まってしまった時に、くさびの力でツルを切りたいとかね、そういった方もあるみたいで、その時に熱いやつで、圧力をかけて倒していくっていうね、そういうな倒し方をされる方もいらっしゃいますね。これも人気商品ですね。はい、小に近い形のやつなんですかね。この小さい突起スパイクがね、凍った木なんかで抜けてこないっていうので高評価いただいてますね。あと、逆にこんな薄いやつもあります。非常に入りがいいです。薄い分ですね。なので、間伐なんかとか、そういったちょっと傾ければ倒れるような木なんかに使う方も非常に多いですね。薄いことで入りがいいことで、このぐらい入ってしまえば倒れるぐらい傾いてくれるっていう場合に労力を減らすことができるっていうことでね、やっぱりくさびの打ち込みが非常に労力使うんですよね。それとは逆で、短い割に厚いっていうくさびですね、はい、基本的にこのギザギザとかは、下の方面になります。ということでミュラーのくさび非常に多いですね、はい、でその次に大人気、バローベの ABS 樹脂のプラスチックくさび、このシリーズたちですね。160、230、270ミリですね。で、270ミリは割と厚めになってます。ヤスリのバローベじゃなくて、中国のメーカーのバローベになります、こちら。はい、ちょっとね、間違う方も非常に多くて、私も最初勘違いしてました。ヤスリのバローベではくさびは作ってないよって言われましたね。はい、で、こちらオレゴンのくさびですね。オレゴンも確か ABS 樹脂だったと思います。ポリアミドではないですね。小と中、中小という言い方を私してます。で、上から2番目これが中大で、これを大と私言って区別しております。はい、オレゴンはね4種類ありますね。ソマ和光商事さんから出しているソマブランドの、くさびですね。特徴的なのはこの叩く打撃部分がプラスチックじゃなくて鉄が入っているものの、こういったくさびもあります。メタルくさび、はい、耐久性がいいとのことですけど、ショックレスハンマーで打つ分には必要ないかと思いますけど、鉄ハンマーなんかで叩く際は鉄対鉄の方が耐久性があるだろうということでのこういった商品みたいですね、はい、まあ、うちのお客さんはショックレスハンマー使ってる方が多いので、あまり出ないで同じサイズの普通のプラスチックくさびの方が多く出ております。値段もね倍違うのでね、はい、サイズ感的にはソマのくさびは小はオレゴンとかと同じぐらいですかね。中は、オレゴンの中小とかと同じぐらいですかね。で、大で、中大と同じぐらいですかね。そしてこの赤いくさびが、テコメックっていう、イタリアメーカーのくさびで、ポリアミドと一応書いてはあります。なので結構粘るそうですね。ポリアミド製樹脂なので。でサイズ感でいくとスチールなんかとほとんど一緒です。ちょっと実際にスチールと比べてみますかね。スチールコーナーにちょっと持ってってみますね。スチールの小くさび、中くさび、大くさび、どうでしょう。サイズ感ほとんど一緒ですよね。でデザインも似てるので、ただ単に、スチールのサイズ感をまんまどっかの国で真似て作ってるのかなとか、そんな感じですけどね、はい、この厚みとかも、はい、なので目安として参考になるかなと思います。ただね、やっぱりね、値段もはスチールのとかに比べて安くなるんですけど、お客さんからね、くさびこういう風に曲がってっちゃうんですよ。で、こういう風に曲がったり変形した時にディスクグラインダー、まあ、通称サンダーとかね、そういう言い方しますけど、それなので削ったりした時にスチールのは削れるけど、テコメックの赤いやつたちは溶けてしまうっていうふうなことを言われましたね。まあそんなところで材質の違いがあるようです。同じポリアミドでもね。はい、ということで、そういう成形のこととかも考えたら、やっぱりポリアミドの高い方がいいのかなっていう感じもしますけど、その辺はね、落としてしまえば一緒なので、ご予算に合わせてご選択してみていただければと思います。このように種類いっぱい在庫してましたんでね。はい、ぜひ検討してみていただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。プラスチックくさびね、このようにたくさん種類があります。ABS 樹脂なのかポリアミドなのかで、値段が結構違います。以前はですね、あの黄色い国内メーカーのくさびも取り扱ってたんですけど、やっぱり割れちゃうっていうことが多くて、そのクレームが多くて、ちょっと今は取り扱いやめちゃいましたね。もしかしたら乾燥してしまってて、寒い時なんかで割れてしまうっていうのが多いのかもしれないです。もしかしたら
お湯につけて何時間か置いとくと、もしかしたら、その割れやすいっていうのは回避できたのかもしれないです。あのナイロンコードなんかでも水分が抜けてるとすぐ減るっていう、そういったことがあるので、もしかしたらね、そのプラスチック内の水分量によってその割れやすさとかそういうのが変わるのかもしれませんね、はい、で そんな中で、ポリアミドの方が頑丈とされております。はい、まあ、細い薄い部分はね、寒い中だと硬くなっちゃって曲がらずに折れてしまうことっていうのはたまにあるんですけど、まあ、やっぱり氷点下になってくると木も凍ってきて鎖が抜けてくるってことが結構あるんですね。それが、回避できる、まあ、回避しやすい、抜けにくいとかって言われるのはやっぱりミュラーの鎖が評価が非常に高いですね。寒い険しい山が多い、オーストリアのメーカーの鎖なので、なんでこんなに種類が多いんだろうと思うと、必要な鎖の要望で作られたものがこんだけあるからっていうことなんだと思います。多くのね、鎖を販売しているメーカーは3つから4つぐらいなんですよね。そんな中で、ミュラーではこのようにたくさん鎖が多くあるっていうのがね、そのプロの要望にお応えして生産してきたっていう結果なんではないのかなと私は想像しております。はい、非常にねやっぱり評価が高いですね。冬用くさびとかそういう抜けにくいとかね、抜けてきにくいとかそういったものも含めて、ミラーのくさびは非常に評価が高いので、ぜひね、プロの林業の方々、一般の方々も含めてね、おすすめしたいと思いますけど、ちょっと今輸入商品でその滞ってしまえば急に欠品が長い間欠品してしまうということがあったりするのがミラーのくさびなのでね、その後カートに入らなかった際はご了承いただきたいなと思います。はい、まあ、入ってきましたら定期的に、カートの方更新させていただいてもらっておりますので、注視して見ておいていただければと思います。一応 SNS にはね、入荷情報とかそういったのを発信させていただいてもらっておりますのでね、そちらの方もフォローしてみていただければと思います。ということでね、今回のお話、キックバックを防ぐためには、くさびを刈るっていうこともね、重要なというか大事なポイントになるので、ぜひプロの方だけじゃなくて一般の方もね、常にくさび持ち歩いてくださいというお話でした。本当ね、プラスチックくさび、チェーンソー産業においては非常に重要な役割をしますのでね、ぜひ使ってください。はい、今回の動画良、かったなと思いましたら高評価お願いいたします。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。